直江兼続前編、天保作法を乗り越え景勝と歩んだ上杉での半世紀。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは直江兼続前編について紹介していこうと思います。主君上杉景勝との絆。直江兼続を語る上で外せないのが主君上杉景勝との絆です。上杉家内外からもこの主従関係は特別なものとみなされており、出会いから兼続が亡くなる元和5年1619年まで天保、敗戦、作法と幾多の困難を二人で乗り切ってきました。戦国の世のこの40年間に及ぶ絆は親子の間柄でも滅多にないものです。木曽義仲四天王、樋口二郎兼光の後裔。父親は樋口宗右衛門、母親は信濃の豪族泉弥七郎の娘で、永禄3年1560年越後の国坂戸城下に生まれます。幼名を余禄と言い、父宗右衛門は城の芝や薪の手配をする貧しい暮らしでしたが、幼い頃より父に連れられてよく坂戸城内で遊んでいました。坂戸城は上杉謙信の姉戦闘員が夫越前守長尾正景と暮らした城で、今は夫も嫡男義景も亡くし、次男長尾明景、後の景勝を守りながら暮らしていました。ある夏の日、いつものように父に連れられて城へ登った余禄、虫干しされている書籍に目を奪われましたが、それを見ていた戦闘員から秋影の近従にと望まれます。5歳年上だった秋影との長い主従関係の始まりでした。謙信の薫陶も受ける。天正2年1574年余禄15歳の時、秋影は上杉の本城総帥上杉謙信の住まう春日山城へ移り、余禄も供をします。ここで秋影は正式に謙信の養子となり、名前を景勝と改め、以来御中将様と呼ばれます。二人が住まいしたのは三の丸でしたが、二の丸にはもう一人、小田原北条氏から送られてきた人質を養子とした景虎が住んでいました。やがて雪の宿りをめぐるレンガ問答で謙信に見出された余禄、その後は文学のたしなみもある謙信に書庫の閲覧も許されるなど目をかけられ、やがて手近に置いて仕込みたいと望まれ、謙信の近従となります。運命が開いていく余禄でしたが、天正元年1573年、甲斐の武田信玄が病没すると、尾張の織田信長が急速に台頭してきます。上洛を目前に控え、謙信倒れる。甲斐の武田家も衰退し、信長に対抗できるのは謙信一人状態。世の期待も高まる中、天正5年1577年、上杉軍3万7000は織田軍4万と激突。謙信が能登七尾城を落としたことを知ると、織田軍は撤退を始めます。手取川を渡ったところで先鋒部隊の崩壊を知った信長、即座に馬に飛び乗り遁走します。このあたり、世間の聞こえより自室を取るいかにも信長様らしい行動。謙信はこれを越前九頭竜川まで追い詰めますが、雪の季節が迫っていることもあり、春日山城へ無念の帰城となります。あと一歩追い詰めておけば息の根を止められたものを。このことは謙信生涯の痛恨事でした。翌天正6年、この時の無念を晴らすように新年早々、謙信は小田原北条氏撃破の軍を起こします。しかし出陣間際に北条から謙信に協力するとの使者が到着。軍の向かう先は小田原から京の都へと変更されます。待ちに待った上洛のチャンスがやってきたのです。19歳になっていた余禄、城内に満ち溢れた士気に心を高ぶらせ、謙信の采配ぶりを何一つ見逃すまいと、その挙動に目を凝らします。出立の日も3月15日と決まり、その日を待つばかりとなった矢先の9日、上洛を目前にした謙信が倒れます。
昏睡状態が続き、そのまま意識を取り戻すこともなく、越後の竜と謳われた謙信は亡くなりました。お盾の乱勃発。二人の養子のうちどちらを跡継ぎとも決めぬまま亡くなった謙信、当然のごとく跡目を争って家中は真っ二つに分かれます。実はこの時余禄は最初の智謀とも言うべきものを発揮したのです。謙信倒れるの知らせを聞いた余禄は密かに影勝を本丸に招き入れ、謙信の枕辺にはべらせます。そして看護にあたる与板城主直江景綱の未亡人に謙信のかすかな口の動きを捉えて、御跡目は景勝様と仰せられてござりまする、と叫ばせました。景虎側の奇戦を制したわけですが、その言い分は、上杉の血を引いておられる景勝様が後を継がれるのは当然ではないか、というもの。景虎側はそれを逆手にとって、父親を亡くした一族の者を憐れんで養子とされただけの話、血のつながりのない景虎様を養子とされたのは最初から跡目を継がせるおつもりだったからじゃ、と双方譲りません。睨み合いは瞬く間に実戦へと移っていきます。そもそもなぜこの争いがお盾の乱と言われるかですが、城下のお盾に住む隠居の上杉則政が、跡目は景虎などと口を出してきたからです。余禄にすればじじい引っ込んでろですが、景勝派景虎派に分かれた者たちがそれぞれ本丸と二の丸に立てこもって規制を上げます。景勝派が勝利すれど、景勝派は謙信ゆかりの金地に白丸の大正旗を本丸に掲げ、二の丸めがけて大筒を打ち込み、景虎派追い出しにかかります。景虎一派はたまらず敗走、則政の住むお盾に逃げ込みますが、手狭で立てこもるには不向きなお盾のこと、すぐにも落ちるかと思われましたが、景虎を押す者たちが糧食や武器を運び込み勢いを取り戻します。決着がつかぬままその年も暮れてしまいましたが、翌年になると景虎の実家である小田原北条や甲斐の武田まで混乱に乗じて軍を動かす構えを見せます。景虎側の援軍が到着すれば万事休す、その前に決着を。余禄の嫌疑を入れて景勝側は一気に攻勢をかけ、景虎を鮫川城に追い詰め自陣に追い込みます。ここにお盾の乱は終結しましたが、上杉家中を二つに割ったこの騒動はその後も長く尾を引き、謙信が築いた上杉の力と威信は大きく損なわれました。余禄嫁取り。さて余禄の身にも変化がありました。与板城主大和の神直江実綱の女性信綱が春日山城中で斬り殺されてしまったのです。原因はお盾の乱の論功交渉のもつれと言われますが、はっきりしません。直江家には男子がおらず、また先祖は藤原の鎌足りに連なる名家だったこともあり、家名が絶えるのを惜しんだ景勝の命令で余禄が信綱未亡人のおせんと結婚し後を継ぐことになりました。上杉家年寄りの直江家を継がせたことに、景勝の余禄への信頼と期待が見えます。天正9年1581年、余禄22歳、名も改め山城の神直江兼継を名乗ります。信長倒れる。上杉家だけの話ではありませんが、この頃は戦いに忙しい日々で、謙信が倒れたことを見透かした織田信長の波状攻撃に気が抜けないのです。越中魚津城救援のため天神山城まで出陣したかと思えば、その間に海津城を守る森長吉の兵5000が越境してきます。春日山城近くまで侵入を許し、滝川一益は関東から三国峠を越え乱入を企てる構え。外敵だけでなく家中からも、お盾の乱で景勝側についたものの思うような報酬を得られず、不満を募らせていた柴田重家が離反の姿勢を明らかにします。さすがに景勝、兼継、主従顔を見合わせて事の多さにため息をつきますが、その間にも天下は動きます。天正10年1582年、本能寺の変で上杉を狙っていた信長が倒れ、
織田の軍勢は次々と撤退していきます。この時信長が倒れていなければ、四方から攻撃を受け、家中にも離反者を抱え、上杉の家も危うかったと思われます。天下人からの招待状。天正11年、賤ヶ岳の合戦で柴田勝家が羽柴秀吉に敗れると、天下は一気に秀吉のもとへと収束を始めます。天正14年、天下人へ上り詰めた秀吉から側近石田三成を通して景勝へ上洛を促す書状が届きますが、これは自分に心中せよとの意味です。まあ嫌なら一戦交えるぞって話ですが、謙信以来の老臣や重臣が姿を消していく中、筆頭家臣として景勝のそばにあって支えているのは若干27歳の直江兼続でしたが、この誘いをどうさばいたものか。三成の書状には徳川家康殿も近々上洛するともありました。これは上杉にだけ心中を求めているのではないとの意味です。しかし謙信以来の名門の誇り高い景勝、成り上がり者の秀吉の言葉に素直にうんとは言いません。これからは秀吉の天下、従わぬのは上策ではありません。兼続懸命に主君を説得し、ようやくうむの声を聞いた時はほっとしました。景勝さんどうも癇癪持ちだったようで、いつも青白い顔のこめかみに青筋を立て、脇差しのつかに右手を添えたままで黙りこくっています。老臣や重臣さえ終生その笑顔を見たるものなしと言われるほどで、兼続も気の張ること。三成と知己に。北陸路を西へ向かった上杉の一行を三成がわざわざ加賀の森本宿まで出迎えたのは、北越の雄、名門上杉氏に対する秀吉の配慮でありました。兼続と三成はそれまで書状でのやり取りでしたが、対面して一気に距離が縮まった二人、お互い若くして大家を内側から支える苦労を分かち合ったのでしょうし、同じ年の生まれでもありました。大阪城での秀吉への謁見、兼続も招かれての茶席では、秀吉自身が景勝に茶を立て、兼続には千宗益、利休が茶を振る舞うなど、名門上杉に対しての礼を尽くした境遇に景勝も満足したようでした。この続きは後編でといたします。前田慶次との出会いや、家康を激怒させた直江城について触れる予定です。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。